最終定理の証明に貢献した数学者参戦、アンドリュー・ワイルズ、孤独な投資、20世紀最大の未解決問題を解決。7年間のイントン生活の後、1993年にフェルマーの最終定理の証明を発表。ゲルハルト・フライ、革新のキーマン、フェルマーの最終定理とモジュラー形式の関連性を示唆。これがワイルズの証明の出発点となる。ケーン・リレット、暗号学の魔術師、フェルマーの最終定理の証明に間接的に貢献。モジュラー形式の理解を深め、ワイルズの研究に影響を与えた。